がレボリューションっていうか毎日でした。ピリピリ片頭痛、あたしったら競争社会不適合者でも挙動は適合者のふりして暴言吐いて、うん、へこんだ。これって放送事故？Hey you、 会いたくなってしまったな。今夜も自己嫌悪からの脱却、頑張れ私負けのない。好きなっちゃって言っちゃったって全然可愛くない。勝手にへこんだって泣いてみたって全然可愛くない。君だって同じダメよりの事情です。そんな優しくしてあたしに気が合うのかな。もうこんな時間どんな予感、神ハプニング、ああ中毒症状依存度マックスメンタル崩壊。あなたのことをもっともっと知りたい。ああ特別じゃない、私のこと勘違いしてバカ。言っちゃったって全然可愛くない。勝手にへこんだって泣いてみたって全然。